緒にやってくれるか？魔王は慌てて湖を元通りにしましたが、あまりに慌てていたのでうっかり魔法の杖を落としてしまいました。落ちた杖は根元からぽっきりと。するとどうでしょう、霧が戻ってきてしまったではありませんか。悲しむみんなを見て魔王はみるみる泣き顔になってしまいました。岸の一番近くにいた小人は、そんな魔王がかわいそうで、泳いで岸までたどり着くと杖を拾い上げました。折れた杖の先っぽはささくれみたいになっていて、まるでほうきです。だから小人は言いました。秘密の言葉を唱えました。小人が魔王の真似をして杖を振るうと、なんとみるみる霧が晴れていきます。すごい！驚いたのは魔王でした。自分以外に魔法の杖が使える人なんていないと思っていた魔王は、何度も何度もお礼を言って小人に秘密を打ち明けました。知ってるかい？この世界はとても平和だけど、本当はね、この世にはどうしても避けようのない悲しい出来事がたくさんあるんだ。そう魔王は言います。魔王っていうのはね、あの魔法の杖で牢屋に入っている悲しい出来事を出られないようにするのがお仕事なんだ。そうして見張っていると、まるでそいつらの親玉みたいに思われて、みんなに怖がられちゃうんだけど、とっても立派なお仕事なんだよ。でもそれに必要な杖は折れてしまった。もう僕ではあいつらを抑えておけない。どうかな、君が魔王をやってくれないかな。私が？だって君なら折れた杖でも魔法が使える。小人はしばらく悩み、それから尋ねました。どうしてあなたはそんな大事なお仕事を放ってきてしまったの？寂しかったんだ、ずっと一人ぼっちで。どれくらい魔王をやっていたの？そうだな、100年くらいかな。じゃあ私も100年魔王をやるわ。そうしたらまた他の誰かを探しましょう。きっとその頃には私も寂しくなってしまうもの。そうだ、それがいい。こうしてほうきのような杖を持った新しい魔王が誕生しました。魔王はこの世界が平和になるようにと、いつでも悲しい出来事を見張っているのです。おはよう。
ってお姉さま全然手伝わせてくれないんだもん。サクのご飯を作るのは自分の仕事なんだって、愛の分もあるんだからって粘ったんだけど、私を甘やかすなって言われちゃったよ。もう諦めた。もういいよ。でもううん、だからサク忘れないでね、愛との約束。サク、何それ。何？愛がどんなテレビナをやったのか気になるんだ。別にいいよ、隠すようなことじゃないし、みんな知ってるからね。愛はね、へい、お待ち。うん、間が悪かったか。私なりに食卓に笑顔を振りまく演出を試みてみたんだが、私は楽しいぞ。サクはまだまだ分かってないね。お姉さまはね、真顔で面白いことを言う第一人者としてこの町のトップに君臨してるんだよ。ご主人ちゃん、昨日はありがとうな。今日も一緒にやってくれるか。ご主人ちゃん、クイ、どうした。このお前も一緒に屋上でお弁当食べるか。ありがたいお申し出なれど、かような行為は慎むべきとわらわも承知しておりまする。ついに双子座の期間と
愛なりました。うん。して調子のほどはいかがかい？で、食べるのか食べないのか。お主人ちゃんのお弁当はやれないが、私のなら半分ずつにしてやるぞ。とりあえずそなたはまず会話の流れを読む術を身につけた方がよろしいかと存ずる。今日は取り巻きは一緒じゃないのか？何やら体調が優れぬようで、今日は欠席です。どうかお体をお大事にとお伝えください。受けたまわりました。ところでこの一つ聞いてもいいか？何かい？寝違えたのか？急にどうなされました？いや、さっきから随分と無理な首の向きをしながら話してるから。いや、そんなことはありませぬ。向こうに何かあるのか？わらわはそなたとお話をしておりまする。それは分かってるんだが、それならこっちを向いたらどうだ？そなたを見ておりまする。それも分かってるが、その体勢は苦しくないのかと聞いてるんだ。それでは視界に。ん？いえ。お主人ちゃんわかるか？私には多感な年代の少女の気持ちはよくわからない。気になるから聞いたんだ。あらぬ方向に首を固定する事情とはどんなだ？なぜだ？困っていたのか。私でよければ力になるぞ。わらわは杭の様子はどうかとお尋ねに。それはもう聞いた。私は万全だ。それならよろしいのです。お話はそれだけです。待て、首の謎を残していくな。
なんだ、こっちを向けるんじゃないか。あ、当たり前です。まだ半分も過ぎてないが。うん、原告か。すまないお主人ちゃん、私はどうも文章から作者の意図や登場人物の心の機微を読み取るのは苦手でな。原告ならコノが得意だから、コノ、お主人ちゃんに教えてやってもらえるか。優しくしないで。どれかへ。お分かりにならぬというのはどれのことかへ。内容もお分かりにならぬのかえ。こんな簡単、幼稚な問題も分からぬとは。程度が知れるの。私もわからないんだ。悪いが教えてもらえるか、コノ。ここは、おなごがわからぬのも無理はない。おのこがわからぬのが問題なのです。なんだそれは。おなごって、お前は分かってるんだろ？教えてくれ。そう、辰巳殿が分からぬのが問題なのです。ますます意味が分からないぞ。この代わりにこちらであれば教えて差し上げましょう。お、そこも分からなかったんだ。頼む。そなたらは
難しくお考えになってしまわれただけです。ここでは主人公を取り巻く状況が、勘違いをなされていただけです。難しいことだったなんて、うん、よし、今度はもっと分かりやすい言葉を言ってみよう。これなら法律全集を一日で読破する方がはるかに簡単だ。などに心配されるいわれはない。これだ、あの表情。そうだ、この路線。せっかく心配してくれたのに、身勝手にも跳ねのけるという、なんという失礼な態度だろう。これでいい。こうすれば嫌われ頑張れ。誓ったじゃないか。もう決めたことだ。わらわはそなたに心配などしていただいても、うれしくありませぬ。いやいや
余計なお世話です。どうして向こうが謝るの？ひどいことを言ってるのはこっちなのに。どうしよう。どうすればいい？とにかく、今後はこのような真似はなさらないでくだされ。あら、あなたもいらしてましたのね。
調が悪いと聞いていたが、大丈夫か？Eさんが嫌味でおっしゃっているのではないことくらい、私だって理解しております。ん？それでどうしたんだ？偵察ですわ。偵察？テレビナが成功するはずなんかないのですから、お姉様の際の参考にしようと無様な失敗ぶりを拝見しに参りましたの。無様な失敗って、失敗したのはお前？よろしい？つまり私の失敗ぶりを参考にして、コノがそれを上回るような高度な失敗を披露すると。お姉様が失敗などなされるはずがありませんでしょう。私だってそんな風に思いたくはないが、お前の言ってることを総合するとだな。どう総合したらそういう形で捉えることになりますの？お前の言ってることは矛盾してるぞ。いいんですの、お姉様なんですから。むちゃくちゃだ。よろしい？あなたは所詮前座にしか過ぎませんのよ。お姉様の乙女座の期間となるまで客席を温めておくのがそのお役目。ご自覚くださいませね。確かにコノなら私には想像もつかないようなすごいことをやってのけるだろうな。そうでしょう。けどごめんな、双子座の方が先なんだ。分かっておりませんわね。間が空けば空くほど、お姉様が成功なされた時の町の方々のお喜びがどれほどのものとなるか。悪いが、それはない。テレビナは私たちで終わりだ。どこからそんな自信が。これだけは譲れないからな。
そのやり方で。どういう意味だ？言葉のままですわ。お聞きしましたわよ。あなたのテリビナ。本気ですの？何かおかしいか？童話をそのまま再現するだなんて、呆れてものも言えませんわ。むしろ驚きましたわ。あなた、ずいぶんと可愛らしいことをお考えになりますのね。いや、褒めてるわけじゃありません。そうだったのか。確かに、ここはこの町の空を映し取った縮図。けれど、だから？だからとは？あなたが童話を再現して、どうなるというんですの？この町の願いが叶う。模型の上で作り話を再現して、それで願いが叶う。そうだ。はあ、呆れますわね。要するに何が言いたいんだ？とんだメルヘンだと。メルヘンというのは日本語の童話を独語にしたものだろ。それだと意味が一緒だぞ。正直、言い返す気力も湧いてきませんわ。何なんだ？では、あえて言い換えましょうか。あなたがなさっていることは、私もって、私たちは別に喧嘩していたわけじゃないぞ。ただ取り巻きが何が言いたいのかよくわからないから聞いていただけだ。あなた、あなた、Eさんの旦那様でしょ？あなたは本気ですの？本気で、これで町の願いが叶うと。彼女がおっしゃっていることが正しいと、本気でお考えですの？おい、何ですの？いくら私でも、お主人ちゃんを疑うようなことを言ったら怒るぞ。
よくわかりました。どうやらわざわざ足を運ぶまでもなかったようで。双子座はただ恥をかいておしまいのようですわね。